放送席、放送席、そして真っ赤に燃えた宝の祭典ヤフードームのファンの皆さん、ヒーローインタビューです。まずは完封12勝目杉内投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日はまずマウンドにどんな気持ちで上がったんでしょうか。いや、もうチームが連勝中だったんでね、この連勝を止めたくないという気持ちが、かなりありました。そして危なげない今日のピッチング、今日はご自身でも調子の良さというのを手応えを感じたんじゃないでしょうか。ブルペンからね、調子がいいと田辺さんから言われたので、そう思って投げました。特に今日のピッチングでご自身で良かったと思われる点、どんな点を挙げられますでしょうか。フォアボールがなかったことと、ヒットも全部単発だったんで、それがね、得点につながらなかったんだと思います。完封への意識というのは試合の途中であったんでしょうか。5回6回まで0点だったんで、球数もすごい少なかったし、いけるんであれば完封したいなという気持ちでいました。オールスター前の今日最後の登板でハーラートップタイの12勝目、そして奪三振もトップに立ちました。ここまでの成績、ご自身にはどう評価できますか。数字を見ればね、すごく、勝っているように見えるし、チームに貢献しているように見えるんですけど、内容はさほど良くないので、オールスター明け、もっといいピッチングできるように頑張ります。ではファンの皆さんにメッセージをお願いします。この赤い声援がすごく力になりました。まだ明日もあります。また声援をよろしくお願いします。まずは杉内投手でした。続いて5回先制タイムリーを放ちました田上選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。5回ワンアウト2塁、あの場面どんな気持ちでバッターボックスに向かったんでしょうか。いや、狙い球だけしっかり絞って初球から振っていこうと思って行きました。そして打った瞬間ランナーを返してどんな気持ちになりました。点数入ったんで良かったんですけど、自分もあそこでセカンドまで本当は行っとかないといけなかったんですけど、一塁で止まっちゃったんで、そういう走塁面とかもしっかりしないといけないなと思いました。杉内投手を今日はリードしててマスク越し、どんな風に杉内投手のピッチングを見てましたか。いや、もうこの前ねやられたんで、今日どうしても勝ちたかったんでね、やっぱり自分が打ったことよりもですね、やっぱ杉内が完封できたことが一番嬉しいですね。ヤフードームのこのたくさんの声援も力になったと思います。ファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。田上選手でした。そして7回10号ソロホームラン、貴重な追加点を取りました松田選手です。ナイスバッティングでした。どうもありがとうございました。7回先頭での打者としてバッターボックスに入りました、あの場面はどのような気持ちで打席に向かいましたか。もう先頭バッターだったので、とにかく塁に出ることだけを考えて、打席に立ちました。そして打った瞬間分かるようなホームラン、ご自身ではどうでしたか。変化球だったんですけど、打った瞬間、あら、これいったなって感じで、もう芯で当たってくれたので、本当ホームランになって嬉しかったです。ああいう松田選手の得意の球、しっかりと一発で仕留められた、この辺は完全復調の手応えになるような一発だったんじゃないでしょうか。いや、まだまだ、打ち損じとか、思うようなバッティングできないので、まだ明日も試合があるので、明日こそはもっと思いっきりあるバッティングをどんどんしていきたいと思います。しかし打線が本当に一体となって相手ピッチャーに襲いかかる、そういう一体感というのを感じるんですが、ベンチの中ではどうなんでしょうか。本当皆さん後ろにつなぐつなぐという、意識が出てて、いい感じで攻撃ができていると思います。今日のこの応援、ファンの皆さんに最後に一言お願いいたします。明日も高野祭典ありますけど、自分たちも真っ赤に燃えて頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。見事ホームランを放ちました松田選手でした。以上ヒーローインタビューでした。